氷川きよしステージ復帰休養前の約束通り紅白帰り先も。芸能覆面座談会、列島各地に被害をもたらした大型台風。日本テレビ24時間テレビ47のチャリティーマラソンも影響を受けたが、お笑いタレントの安子26がめげずに完走した。氷川きよし47は復活コンサートの初日が延期となるも。 翌日に1年8ヶ月ぶりのステージ復帰を果たした。いつものメンバーが芸能ニュースに切り込みます。写真、氷川きよしの復活ステージを報じる8月18日付の芸能面。リポーター歌手活動を休止していた氷川がステージ復帰した。台風7号の影響で2日間とも延期になっちゃうんじゃないかって心配したよ。 本誌デスク当日は自分も見に行ったけれど、そのステージに圧倒されたよ。演歌からポップスまで盛りだくさんで、シンガポールや台湾など海外のファンも来ていた。リポーター休業前から何か変化はあったのかなワイドデスク印象的だったのは、氷川きよしシこと、キーナでございます、と挨拶したこと。演歌歌手の氷川きよしと、 個性を解放させたポップス路線のキーナ。その両面を全面に打ち出すようなパフォーマンスだった。それとルックスがより中性的になったように見えたな。本誌デスク休業中に長年所属してきたながらプロダクションから独立。着々と復帰に向けて歩みを進めてきた。その間にはボイストレーニングにも励んでいたようで、このコンサートに向けて準備を進めてきた。 週刊誌記者ただお手プロという大きな後ろ盾がなくなってしまい、本人にとっては不安もあったようだ。ヒカは自ら近隣にビラを配って回ったり、ポスターを貼ったりと積極的に PR をしていたと聞いたよ。結果的には大盛況となって本人は一安心と言ったところかな。ワイドデスク不安要素の一つがトークだったはず。 これまでの公演で MC をしてきたながらプロ所属の西寄東が不在。氷川と西寄の絶妙な掛け合いがコンサートの売りの一つでもあったからね。どうするのか注目していたら、MC はおかずに中盤までは軽い挨拶だけ。ようやく長いトークをしたのはゲストに旧知のキネナオが出てきたところだった。コンサート全体としてはトークが減った印象だったな。 リポーター今後はどんな活動をしていくのかな週刊誌記者まだ新曲の発売予定はない。今年から来年にかけて劇場公演ツアーを行う予定で、まずは公演が活動の中心になるんじゃないかな。本誌デスク紅白歌合戦に帰り咲く可能性も高い。実際に今回のライブ会場にも NHK 関係者が来ていた。 リポーター休養前に最後にパフォーマンスしたのは紅白だった。その時は不死鳥に乗ってパフォーマンスし、また帰ってきます、と宣言していた。その約束を果たすことになりそうだね。